見届く者行く果てはどこだろう、悩み置き者の行く果てはパノラマの島のあの上にある、月の裏のクレーターかもしれない。確かなことはわからないけれど、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 楽しかったあの頃に君が戻れないのは、高校と月の出るホスピタルの上で観覧車みたいに巨大な宇宙をぐるぐると回すルリオがいるから、風車を早く止めなさい、風車をどこを殺しに行きなさい、今すぐバスに飛び乗りなさい、ルリオを殺しに行きなさい。街人がついに現れないのも、それもやっぱりルリオのせいで、老人の顔した赤ん坊を背中に背負って、黄金虫は金持ちだと歌いながら風車を回す、風車を早く止めなさい、風車男を殺しに行きなさい、明日の風に吹かれる前にルリオを殺しに行きなさいよ、ねえ君。だけどルリオは見つからないよ、聞いたんだよ、ウルシャ男には首がないんだよ。首がないんだ。ルリオを探す旅に疲れ果てて、君はどこかのつまらない娘を恋して、もしかしてこれが幸せと思う、バカだねルリオの思うつもさ。風車を早く止めなさい、風車男を殺しに行きなさい、冬が来る前に旅立ちなさい、ルリオを殺しに行きなさい、ルリオを殺しに行きなさい、ルリオを殺しに行きなさい、今すぐ殺しに行きなさい、ルリオを殺しに行きなさいよ。